あの尋常じゃないぐらいめちゃめちゃ面白かったです。なぜこんな映画作りをされてるのか、創業者じゃない、名前が一緒だった、森田健作と映画を作ろう、その映画がねこれです。もう今の色を作ったのはコニカと思うんだよね。全国で4巻ぐらい、カラオケの招き猫と同じことだよ。しかも不動産会社なんだから物件情報をよく知ってるから、映画自体も作って、であの映画館も作ってるわけだから、かなり本気だね。本気だよ。映画批評品押しです。こちらのちょっと一覧を見てほしいんですけれども、はい、ポスターを並べたんですけど、はい、八犬伝、庵野こと、五番切り、朝が来る、光、洋画だと、フェラーリ、ザ・ホエール、ザ・サン、アフタヤン、ワンダー、君は太陽、などなどみたいな。これらの映画に関する共通したものというのは何でしょうか？何か共通するの？全然共通しそうもないんだけど。何なんだ？答えを言うとですね、とある映画の会社が全て配給している映画です。ああ、そういうことか。どこでしょうか？庵野ことって結構あのいい映画作る、配給する会社、ビターズエンドとか。ここです。ああ、なるほどね。はい、そういうことね。キノフィルムズです。そういうことね。はい、いわゆる木下グループさんがやっていらっしゃる。キノフィルムズというですね、映画会社がありますけれども、このキノフィルムズに関して今回は深掘りしようという。すげえ興味深い、まあはい、キノフィルムズさん、まあ、最近いろんなねいい映画を撮ってるっていうね、ちょうど僕ね昨日も見てきて、この発見で10月25日から始まったばかりなんですけど、これでもちょっとねあの尋常じゃないぐらいめちゃめちゃ面白かったです。え、本当に？めちゃくちゃ面白かったなんかこれで面白いっていやー、ですか？僕ね、ほんと子供と言ってね、笑って泣いて楽しくてみたいな感じでね。そういう絵なんだ。もうめちゃくちゃ面白かった。滝沢馬琴っていう戯作者の人と、あとその八犬伝っていうね、お話の中のやつを交互に描きながら進むんだけどね。その映画というものをなんかちょっと、てか物語というものをなんかこうね、作るということはどういうことなのかまで迫ってみたらいい。そんな好き映画なんだ。いやー、よかったですね。このシネオジ関連作で言えばですね、あの前、討論したほら、ダークウォーターズ、パラレルマザーズ、エロさんがね、選んでくださった。あと、取り上げなかったんですけど、この幸せの答え合わせとか。結構、なんすか、エロさんなんか、キノフィルムズの映画をいっぱいチョイスしてるなっていう、無意識なのかななんかは、わかんないですけど。いや、でもそれで言うと、多分今だからドラマものの映画って、ハリウッドとか、のメジャーはもうあんまりその映画館公開としては作らなくなってて、だけど僕はそういう映画好きだから、どうしてもそうなってくると独立系配給会社が扱うことが多くなるんで、キノフィルムズさんは多くなってくるんじゃないですか。ああ、なるほどね。キノフィルムズという会社がなんで映画を作ってるのかとか、なぜこんな映画作りをされてるのかっていうところを、まあ、よく知っていこうというか。じゃあまずですね、キノフィルムズとは何か。ハウスメーカーの木下工務店になりますよね。木下工務店などを配下に置く、まあ全26社。その3巻の映画制作配給会社でございます。なるほど。木下グループは、その3つの事業に分かれてまして、住まい事業、医療福祉事業とエンターテイメント事業。エンターテイメントがこの住宅事業をやってる会社だけに入ってくるとかね、他ではルールを見ないところかなと思うんですけども。うん。木下工務店とか、あと木下コミュニティリフォームとかね。で、介護で言うと木下の介護とか。あと、福祉アカデミーとかいろいろあるんですけど、和光会とか、で、エンターテインメントで言うと、キノフィルムズ、ドンギュークラブって、あの、ほら、芸能事務所。あ、芸能事務所なの？そうそう、小田切城とかいろいろ。え、小田切城とか所属してんの？そうそうそう。えぇ、ー、河合由美さんとかもドンギュークラブだよね。あ、そうなの？すごくないですか？何でもやってますよね、本当に、ね。今これ見るとアニメとかもやってんだ。漫画雑誌も作ってる。漫画雑誌もやってんの？ヒーローズっていう会社で。え、どこを目指してんの？それはあの、木下さんに聞いてくださいっていう。スポーツもね、卓球アカデミーとか、スケートアカデミーとか。なんか卓球好きなんだね。テーブルテニスクラブ、卓球アカデミー。だから本当にね、何でもやってるなっていうのが木下グループさんっていう感じよね。ですね。じゃあ、キノフィルムズはどういうところから来たかっていうと、2011年の4月1日に映画制作配給事業を担当していた部門が独立して設立されたということで、社員数は36名。この木下グループをまとめてる方、木下直哉さん。1965年11月16日まで、株式会社木下グループ代表取締役社長兼グループ CEO。
この方がね、僕も今回初めて調べて分かったんですけど、うん、非常になんていうかこう面白い人物というか、映画会社をねやるくらいですから、相当な映画好きということはやっぱ有名らしくてですね、うん、年間だいたい100本から200本は劇場で見る。おすごいね。これまでに映画館で6000本から7000本は見ている。これ2008年時点の記事ですけど、うん、テレビやビデオ DVD の作品も入れれば1万本は見ている。注目すべきなのが、うん、木下工務店の木下直哉さんじゃないですか、うん、だけどこの人ね、創業者じゃない。木下名字なのに、ね、木下工務店って会社がもともと1956年に創業してあったんですけれども、うん、社長は1965年生まれのね、福岡県の刈田市の出身で、小さい頃からマカロニウエスタンとかね、うん、まあそういうような映画とかをすごい好きで見て、1990年に24歳の時に MC コーポレーションという会社を作りました。で、これが現木下グループにつながる会社なんですけども、当のですね、木下住宅販売に関しては、2004年に1000億円の債務超過に陥っていた。それで銀行から借金を免除してもらい、M&A して木下工務店を買収して、で、代表取締役に就任した。たまたま木下工務店と名前が一緒だった。これだけでもちょっと面白くないですか？面白い、面白い。2004年に木下工務店住宅販売を木下工務店過去2代目という名前に、うん、まあ社名変更。2006年4月1日に木下ホールディング、土地株会社を設立した、うん。映画はね、どっから入っていたか。2006年から東映制作の邦画の制作委員会に出資を始めたんだ。ギャガテレビですか？うん、ギャガイン FM インターウェーブ、買収で、で、この頃からいろいろ、まあ、スポーツ事業とかテレビアニメ事業とかの制作委員会にいろいろ入ってたらしい、うん。で、その時に、東映の岡田雄介社長、右上にいる。ね、有名な方ですね。ああ、そうなんですか。うん、もう今引退されてらっしゃる。うん、この岡田雄介社長、10年来の友人だったらしい。あ、そうなんだ。岡田雄介さんから、映画にね、興味あるのはいいけど、映画は金にならないからやめろって言われたらしいんだけど、うん、岡田さんのね、脇を固めるつもりでね、出資をしようと思ったらしくて、うん、出資を決めた。じゃあ、初出資した映画は何かというと、元東急エージェンシーの社長で、この前野徹さんって知ってる？そう、この人は知らないね。平成の木下藤吉郎がいるというふうに言われて、森田健作を紹介された。森田健作とは映画を作ろう。その森田健作が、制作、企画、原案、脚本、出演の5役を務めた。渾身の映画に初出資を決めた。なるほど。はい。その映画がね、これです。これ知ってるよ。アイアム日本人。知ってます？これ。あ、有名ですか？これ。なんか知ってたんだよね。森田健作さんはね、千葉県知事をされてたからね。知事をやってる時に作ってたのかな。読んでください、これ。日本に勝つ！アメリカからやってきた、本物の日本人が来た。サンデーモーニングでしか聞かないようなね。井筒和月が、ほら、張本しか言わないような感じの。すごいね。今も日本に欠けてることはこんなことではないかと、という思いが、うん、森田健作さんにあって、賛同して。この時はやっぱりさ、木下グループって、なんかちょっとやっぱ色物的な見え方になってたよね。あ、そうなんだ。本当に成功するのみたいな。色がすごいなっていう。うん、これ見ましたよ、これ。あ、見た。どうだった？この森田健作がね、文部政務次官在任中に描いた、その日本の教育システムへの疑問をもとにですね、現代の日本から失われてしまった古き良き日本の伝統を見直すために作り上げた人情ドラマということで、うん、このカリフォルニアにエミー渡辺っていう、ね、この右にいる女の子が、19歳の日系3世なんだけど、高校卒業と同時に日本の大学に留学することを決意して、日本の親戚の森田健作の家に居候しにやってくるっていうところから始まるんですよ。うん、アメリカで撮影してるんですよ。そう、アメリカに剣道道場があるんだけど、剣道道場で教えてるのが、藤岡弘、森田健作が千葉の市川のこの商店街で八百屋やってて、小野恵美と兄弟で、親子じゃねえのって俺一緒にいる大学生ってチャラついてるような感じの大学生で、親から仕送りもらってんだよねって言ってさ、そんなのおかしいよ、アメリカは学費は自分で払ってるよとか言って、なんか日本の大学生に怒り始め、自称保守親父のタワゴトみたいなのが2時間ずっと続くような感じの、森田健作の独特の思いをこの女の子に言わせるみたいな感じの、なんか、まあ、浅香光代って単語も久しぶりに聞いたのね。キャスティングもすごいんだよね。お見合い相手が坂井のり子の子だ。そうなんだ。でも多分サンミュージック、キャスティングだと思うんだけど、とても平成の時代作られたら思えないぐらい、なんかね、三丁目の夕日かなみたいな商店街で、なんか音楽も映像もなんか昭和40年代みたいな日本を。いやー、これはすごいな。うん、もう本当頭から先まで純度 100% 森田健作みたいな感じ。
まあでもこれは多分ね、このさっき言ったほら東急エージェンシーの前野徹さんっていうのがやっぱね、この人の影響が大きいのかな。著作とかなかなかこう香ばしいみたいな。なんかアッパホテル的な感じが。目覚めよ日本の石原慎太郎氏劇場みたいな。石原慎太郎を囲む会の世話人だったらしいから。ああ、もうそういうことね。まあ、良くも悪くも、非常にこう、ナショナリズムが強い人物なのかな。木下さんは、2009年にギャガーの役員に就任される。木下フィルムズを2011年に独立。でもその、このね、木下フィルムズの今の色を作ったのは、木下さんじゃなくて、この人だと思うんだよね。ああ、武部さんね。あ、有名な人なんだ。うん。あ、そうなんだ。うん。そう、やたらこの人の名前がいっぱい出てくるから、この武部由美子さん。うん。アイアム日本人から今の路線にどう転換したんだよって話ですよ。経路が違いすぎるから。この人ね、どういう人だったかな。もちろん他の会社にいた人だよね。元ギャガにいた人？そう、元ギャガの宣伝担当からプロデューサーになった人、うんうん。宣伝プロデューサーだった人だよね。だいたいね、宣伝プロデューサー出身の人は、優秀っすよ。映画会社で役員どういう人にするかって言ったら、やっぱり宣伝出身の人？お会いしたことある？会ったことはないけど、よく名前に出てくる人だからね。あ、そうなんだ。うん、この人が優秀なんだろうなっていう感じの中で見てて思うというか。そうでしょう。まあいろいろやってまして。まあ木のフィルムズ、あと木のシネマ、うん、映画館をね、この間新宿にできたんですけど、みなとみらいとか、うん、福岡の天神とか、あと神戸とかにもあるんです、うん。映画以外にもコピーライツアジア。何をする会社ですか？これね、キャラクターとかライフスタイルブランドを中心とした知的財産の二次使用権の許諾とか取得とか管理、うん。パディントンとか。外国の IP の許諾権を日本で展開する会社ですね。ガイナックスされたんですか、エヴァンゲリオン。うん。あれの福島ガイナックスっていうんですけど。よくある、なんか最近のアニメ制作会社が地方に行く流れの一つですか。株式を 100% 取得して、子会社になって、うん。で、今ガイナって会社なんで、ほら、グレンダーザーとか作ってるじゃん。で、あとさっき言ったほら、ヒーローズ。月刊ヒーロー。まあ、この原作権を映像にしようって話なんでしょうかね。アニメ、もしくはアニメか。芸能事務所。小田切亮さんとかがいるドンギュークラブね、三石健さんとか河合由美さん、あと井出優さん。だそう考えると昨日フィルムズで作ってる映画って多分ここから出てる役者さんがとか庵野子どもの監督もそうじゃん、多分そういう感じで使ってるのかなって思いますよね。この母色っていうところも芸能事務所で、昨日ミュージックって音楽レーベル、ケミストリー、ドーチェックとか、あ、いるんだ。いる。スポーツ授業やったり何でもやってるっていう感じ。でも最近結構そういう何でもいろんなものをやるっていうのがエンターテインメント企業の流れでもあるから、そう、まあ、だから一番上流で言うと出版とかの原作権抑えるために出版社やります、制作も抑えましょうとっていうところで言うとアニメ制作会社持つ、じゃあ映画作るんだったら流通も抑えるっていうことで映画館も持つ。なるほど。でやっぱり俳優のところでね、うん、取り合いになったりするから俳優のエージェンシーも持つと。ああ、じゃあもう一貫してその工程を抑えるためのっていうことなんだ。そうですね。なるほどね。もう一貫してみんな工程を抑えたがるようになってきてるよ。スポーツアカデミーはよくわからない。スポーツは多分このスポーツ以外の事業でそんなに黒字が出てないとしたら、うん、ここでの黒字と合算して社内向けにエンタメ事業とりあえず頑張ってますみたいな上場企業ではないよね。だとしたら、まあ、社内向けの説明とかとりあえずエンタメ事業全体としては赤字出てませんみたいな。この木下グループのエンターテインメント事業が儲かってるのかっていうところが結構気になるところなんですけど、うんうん、じゃあ業績どうなんだってところで僕ちょっと調べたんですけど、官報決済データベースっていうサイトがあって、2022年の3月期の純利益がいろいろ書いてあって、うん、で木下工務店は4億5800万円で、木下不動産が8億1873万円、うん、で木下の賃貸とか6億円ぐらいまあまあに対して、木のフィルムズの純利益が2022年で91万円と、うん、赤字ではないけど、コピーライツアジア2000万、うん、ガイヌが142万円、木のミュージックが89万、木のシネマ44万、ヒーローズがマイナス1億。ちょっと不自然な感じするよね。え？なんか純利益91万ってプラマイゼロみたいな感じですみたいなさ、そんな綺麗に、いや売上が分かんないんでちょっと何とも言えないけど、ちょっと綺麗に出過ぎじゃないですかって感じです。だって2018年マイナス1015万の翌年に2019年1042万でなんかフラマイゼロに戻しましたみたいな数字になってて、なるほど、なんか全部貸借対照表とかちゃんと見ない、総資産が増えてるっていうのはどういうことだ、うん、利益剰余金はこういう状況でかなり借入金を積み増してるって感じなのかね。
だって利益が出てあんま出てない中で総資産増えてるって話だから、借入金で増やしてるってことでしょ。映画事業回すために借り入れとかをしてんじゃないですか。あ、なるほどね。だから2018から22年の間に2億近く総資産増えてて、だけどもね、純利益としてはこの4年間でプラマイゼロみたいなもんだからね。いや、僕なんかこれ見た時に、要は大した儲かってないのかなって。いや、儲かってないよ。儲かってないんだけども、グループ会社間で貸し付けたりとかして、この数字としては結構綺麗に見えてるなっていう。ちょっとなんかいらん闇に深い質問な。俺にも私言いませんけど、ね、なんか同じような大会社系のね、グループの映画会社、クロックワークスは双日経過、さっきのこの若き見知らぬ、これは2017年ゴジラマイナス、イマジカの、ロボットさんとかはマイナス1億、ゴジラマイナス3はやってるのがマイナス1億なんだとかね。だからロボットは基本的にでも制作側なんで、普通に制作だけ請け負ってればそんな赤字にならないと思うんだよね、工程管理とか間違いなければ。だけどなんか出資とかしたりとか、結構そのビジネス乗り出してうまくいかなかった系かもしれないですね。あとバンダイナムコのミネットファントムスタジオ、イチコとか作ってるね、マイナス10。結構ここ攻めまくってるね。ちょっと掘りすぎじゃないですか。最近すごいよく見れるよね、このハピネットファントムスタジオ。ハピネットさんってもともとおもちゃとかの卸会社だったんですよ。あ、そうなの。そこに対して、まあ、DVD とかブルーレイ、これ映画もアニメもね、そういうのの卸とかやってて、で非常に堅実な会社で、映画出資とかやるって言ってもそんな単館系映画でやって確実に回収できるものしか投資しないっていうぐらいな見え方だったんですよ、私からしたら。それがこのファントムスタジオ作ってから攻め方がちょっと半端なくなってきてな、何が起こったんだっていう。すごいよね、バンダイグループだけあって一気に28億とかお金が回ってくる。いずれ見ても同じような大会社系のスタジオなんだけど、総資産の額とかが全然違うんだよね。そうだね。キノフィルムズはもう10億もいってないのに、他のやつはもう何十億とか。クロックワークスが意外に総資産大きいなって感じした。まあ、双日系だから。住友商事系だとさ、アスミックか。住友商事がケーブルテレビ事業やってるから、コンテンツを融通できるってメリットがあるけど、あれ、ジェイコブグループじゃない？そう。クロックワークス自体もさ、社員30名とかさ、みんなそんなもんなの？東方東映松竹と、あとはそのワーナーみたいな外資系覗いちゃうと、配給会社で30人もいたら、結構な大手だ。あ、そうなんだ。4、5人みたいな会社がザラにあって、そこが単館映画よく回して、もうほとんど休みなしで働いても、で、しかも別にそんなに儲かる業種じゃないから、給料は高くないけれども、映画が好きでしょうがない人たちが、その4、5人の会社にいるって感じ。東宝とかだとさ、最終利益が200億とかさ、だから映画館持ってるから、事業構成がよく書いてあるのあるじゃん。まあさっきの木下で言えば、不動産となんちゃらとなんちゃらですってあったでしょ。不動産と介護とエンタメか、不動産と映画と演劇みたいな分け方になってて、で不動産が一番やっぱり儲かるんですよ。ビル持ってるっていうところでの儲かりもあるし、あとはね、配給収入っていうのは基本お客さんのチケット、じゃあ2000円払いましたって言ったら、配給会社に入るのは大体そのうちの半分の1000円、映画館会社に入るのも1000円で、その映画館会社に入る1000円っていうのはもうこれ東方のものですから、まあ不動産一回作っちゃえばさ、まあ作っちゃえばっていうか、もう歴史のある会社だから、相当なんか昭和の初期なのか分かんないけど、その時に安価に取得した不動産なんてもう焼却終わってるから、なるほど、利益じゃんと。ああ、そっか。じゃあもう映画館の収入も作品自体の収入もどっちも取ってるからってことか。そうそうそう。そうするとこの最終利益200億は達成できる。その映画館をもう全国に何百館って持ってれば、じゃあ自社で何か映画作った時に、その制作部門が作った映画を松竹とか東映が流してくれなくても、自分の系列とこで流せば、そこそこはまあ、なるほどね、映画でも回収できるよね。映画ってその作った段階で当たるかどうかは実際のお客さんがどう思うかって話もあるんだけど、その中間段階として映画館がいいと思ってかけてくれるかがもっと大事なんですよ。それ持ってる東方東映松竹、まあ、あとは最近で言うとあれ、ワーナーも映画館持ってる、そういうとこは強いよね。ワーナーはイオンか。だからそう考えると金額的にね、キノフィルムズは大会社の中だけど
まあ、ちょっとさっき純利益のところに物言いがついてから何とも言えないところはありますけど本当にそうかもしれない本当にそう、うんそれはもうね、最近で言うとやっぱコロナ禍の煽りもあったから、うん、のこととかでコロナ禍の煽りで苦しむ人の映画をキノフィルムズが作るっていうのはまあなんとなくはそこにも通じるのかな。キノフィルムズがまあなんで映画をやるのか、うん、まああくまで対外上ですけど、うん国内外の映画賞や映画祭で高い評価を得るような量産作品をよりたくさん国内に配給していくことが私たちの使命です。インタビューの方を見ると映画をもっと広めたい、買い付けにせよ制作にせよインディペンデントにとってビジネスが難しい仕組みであることは十分分かった上で一応多様な作家性のある映画を作ろうと。本店がねなんでその映画に出資して儲かるのかみたいな、映画の出資金っていうのは、うん、そのテレビ CM に、かけていた10億円を回したんだ。あと CM10 本流しても、まあ、最近よく見るねって言われるだけで、うんまあ、それよりも木下コンビニ店が映画みたいな感じで思われた方がメリットが大きいって思った、うん、本業をしっかりやった上で、うん、と映画ですみたいな。東映のね、この宣伝部長の遠藤さん。そのテレビ局が制作委員会とかに変わる映画っていうのは、まあ結局テレビの電波は無料で使えてね、うん。で、CM とか番組内宣伝されるじゃん。で、そうじゃない作品も悪一方だから、うん、でそんなご時世で、ちょっと対策に限らないでね、定期的にこう出資してくれるような映画を作ってくる会社っていうのは非常にこうありがたい。まあ投資感覚でね、あの1円でもこう赤字になったら撤退しちゃう企業って多い、うんうん。で、そういうところで儲かるかどうかわかんない。地味無料みたいな世界の中でこの入ってくる木下さんってのはまあ非常にありがたいなっていうことで、いやその通りですよ。だから一時期2000年ぐらいだとコンテンツ投資って言ってて、うん、金融系の人が映画とかアニメの出資入ってきたけど、うん、あっという間になくなっちゃったよね。あそうもうそういう人たちは本当にリターンしか見てないから、あ別に悪いとかじゃなくて事実としてね、本当に映画が好きじゃないとこんな長い間映画出資できないんで、それはありがたいですよ。木下の場合には一応その他の授業をやってるから、うんまあ、それの広告戦略の一環みたいな感じに捉えてるから長く続けられるんじゃないかな。そうだね、中規模作品が多いなってなんか思うんだけど、うんうんうん、でこの中規模作品でさ全体的にこう縮小傾向じゃないですか。さっきの双日のクロックワークスとか、うん、今時間のロボットとかもそういう、うん、親会社が大きいから、でもまあ木下の場合はその中でもそんなに大きくはないけど、それでもね、まあ、ちゃんとやってるし、だから映画ファンにとってはありがたいことなんじゃないかな。そうだね、もうこの会社がなかったらどうなってたんだろう映画、うん、ものすごい小さい映画とものすごいなんかこうエンタメに特化したみたいな名探偵コナンみたいなね、うん、そういう方に二極化したみたいなね、極化を防いでる、防いでる、まあ、そういう意味ではハッピネットファントムとか、うん、クロックワークスとかの功績も大きいのかなとかね。大きいですね。ハミネットファンドムとかもやっぱ大きい会社の中にあるからまだいいけど、うん、そうじゃない会社の独立系でなんか注目してるのがやっぱここで知ってるこのスターさん、独立系のまあ映画会社である川村光信さんっていう方が、うんまあ、最近社長の方亡くなっちゃったんだけど、うん、ミシンとか月とか新聞記者とか結構なんていうの社会的なこうテーマとかをお前に出すような映画をすごいやってて、うん、ここがね本当いい映画をねいっぱい作ってるね、うん、ただこういう会社ってさすごい資金集めるのもすごい大変で、うん、やっぱその自社だけじゃ賄えないから、うん、あの文化庁とかからほら、うん、助成金とかを生まれてるね、うん、ただそれでちょっと去年事件があって、うん、これね宮本から君江訴訟っていうのがこれあの文化庁の所管のねこの日本芸術文化振興会、うん、芸文振っていうあの助成金をねあの宮本から君江に交付してたんだけど、うん、ピエール滝がいいじゃん、うん、ピエール滝がほら捕まったでしょあのでうん、じゃそういうやつが出演してる映画にお金は出せないということで、あ聞いたことあるかも、助成金が取りやめになっちゃった、それはおかしくないみたいな話になって、うん、そのスターサンズと文化庁の方 で訴訟が起こって23年11月に違法ということで、うん、スターサンズの方が勝訴した。この助成金ってやっぱどのぐらい利用してるものだ、だから利用するのは本当独立系の映画の人とかもう単館系の映画の制作者、木下グループとかこういう助成金とかを扱うことはないでもね、やっぱそのお金が足りなかったらね、うん、そういう親会社もあるから、でもやっぱ独立系の会社だとこういうような青い優とか作品を作ろうと思ったら、うん、やっぱお金が足りないからっていうところで、いやだからこれやっぱりもうビジネスの話なんで、なんかその出てる人の一人がそう捕まったから出さないっていうのは本当にビジネス成り立たなくなっちゃうね。過去の映画までどこまで掘り返すのみたいなね。そうそう。さっきお話したりキャンセルからの話じゃないけどさ、こういう独立系の会社ってやっぱ一本こけると会社が倒産みたいなことってやっぱあるわけだよね。あるね。まだあとはそのヒットした後とかが逆にね、本当気が引き締まるというか、まあ、ヒットしたけど
まあその後ね、厳しくて、僕も債権者集会とか行ったことあるけど。マジで、うん、いや、本当にやっぱり、うん、全然もう社長のなんか、オーラが全然違うよね、ヒットしてる時と。それで思い出したのがさ、うん、この会社知ってる、うん、シネカノンって会社があるの、うん、知ってるよ、うん。映画館も作ってたね。そうそうそう。このシネカノン、うん、僕は当時ね、渋谷の会社で勤めてて、うん、シネカノンがね、やってるね、あのカレー屋って、シナミンズってほらあったじゃん、うん、映画館。あそこの近くからね、あの、バーチェっていうね、うん、チェ・ゲバラをテーマにしたカレー屋ってのがあったんですそこのカレーをよく昼飯に食べに行ってたんだけど、シネカノンさんはこのパッチキとかラドワールとかさ、有名な作品もいっぱい出してるけど、2010年47億円の負債を抱えて倒産、うん、まあ、その債権者集会行ったんだよ。マジでまあ本当にだからびっくりするよね。だってアカデミー賞取った会社だよ、うん、だってかどこでつまずいたのかちょっとね分かんないとか、ちょっとなんでかっていうと、今言ってくれたように、うん、飲食店とかもやってたりして、かなり手広くやってるから、うん、そのほころびが出たのが必ずしも映画とも言い切れないかもしれないし。なるほどなるほど、うん、映画興行って大変だなって、ね、まあエンタメの産業みんななんかこういう栄枯盛衰を繰り返してるよね。まあ、だから細々ずっとやってて、パッチギフラガールあたりで結構大きくなって、じゃあもっとそれを拡大しようってなって何かつまずいちゃったのか。フラガールがヒットしたのが2007年で、うん、倒産したのが2010年だからわずか3年後なんだよね。そうなんですよ。だからびっくりするんだよ。こんなことあるってさラーメン屋が潰れるような勢いで一気になくなったりするじゃん。なんか、うん、アカデミー賞取ってね、ね、3年後にその会社がないみたいな。いや、そう、誰も追わないって本当。だからあれなのかな、独立系の会社とかが大手の会社の傘下に入ったりするの。まあ、そうでしょうね。特にまあ創業者からの代替わりとかでなかなか代わりになる人いないとかね、創業してる人がやってる間にちょっとこれ厳しいなってなって話持ちかけるとか、いろいろあると思います。こういう中規模映画をね、応援していくのは、うん、本当大企業が、そのなんていうか、ノブレス・オブリージュじゃないんだけど、文化的な使命を持ってやってくれないと、映画なくなっちゃうぞ。そのアスミックはじめ、映画業界はまだその大企業が、あの、買収した後に、パッと手放したりとかしないところが素晴らしいと思うけどね、日本の限って言うと。音楽とかだとね、本当になんか、数年間やってもう潰そうみたいな感じになっちゃったりとか、割とそういうの多いよ。そういう意味では映画業界は大企業が、しっかりと持ちこたえてる気がする。映画好きな人がみんな多いのかね、やっぱ。だと思いますけどね。だって音楽の場合で言えば、あの外国製の自動車の輸入業の柳瀬とか、あとスーパーマーケットとか、まあ、いろんなところがこうレコード会社作ったりしたけど、今全然もう跡形もないから。ああ、そっか。まあ、それこそ東芝だって合弁会社作ってて、だけども今ね、跡形もないでしょうし。フィルムズ頑張れみたいな。この業界ってだからたまにその東宝東映松竹とか外国メジャー以外の映画がヒット出すから、うん、なんかそれで自分たちもやればなんとかうまくいくんじゃないかっていうことで新しい会社入ってくるけれども、はいはい、なんかうまくいかずにいつの間にか撤退してる。だけどどっかでまたヒットしてるっていうのの繰り返しな部分はあるかもしれないね。まあ、夢のある感じはするけども、実態として言うと、それを継続するのがやっぱり、もう映画館持ってないっていうところのフリー性からね。小さいところでも、小規模ながらの映画館とか持つとやっぱ違う。違うかどうかで言えばちょっとは違うけれども、やっぱりいろんなところに持ってた方がいいっすよね。だってここの、なんかどっかの東京都内に1館持ってるからって言って、全国で4巻ぐらい。4巻、あ、じゃ4巻なら結構本気だと思うね。いいかもね、それだったら。もっとだから持っていけばいくほど効果としては高まるよね。まあ、それこそこれがいずれどっかのショッピングモールかなんかで、なんかやっていきましょうみたいな話だったらね、うん、大きいかもしれない。まあ、ただショッピングモール側もイオンとかはもう映画館事業結構力入れちゃってるから、まあ、モールっていうよりはまあ大都市の商業ビルに入っていくっていうのが現実的なんでしょう。4巻、ショットは何？東名阪とどっかみたいな？港未来。あの天神、うん、あと神戸の三宮、もともと別の映画館だったけど、そこを居抜きみたいな感じで買い取って、うん、そういう感じが賢いよね、うん、だからあと名古屋とかあの札幌とかあたりも居抜きでそんなに投資せずに、新宿は居抜きなの、まあ、でもそれでいうと賢いと思うよ、うん、だ新宿だと投資回収すごいかかっちゃうから、うん、EJ アニメシアター角川系列だった。だから角川も一時期映画館よく作ってたけど、どうしてもなんか新築で作っちゃってて、そんなに全国に広げるっていう感じもなかったから、それだとなかなか効果出ないし。カラオケの招き猫と同じことだよね。あ、そうそうそう招き猫方式で、しかも不動産会社なんだから物件情報をよく知ってるから。確かに確かに、グループシナジーだね、うん、あ、じゃあこれから広がっていくかもしれない、ね、そうそうそう、さっき東宝についてもあの言った通り、不動産事業やってるとこがやる方が有利だから、あ、そっか、昨日
下グループって理にかなってはいるよね。東急グループとかだったら昔はだからそれで自分で不動産持ってて自分で初めから作った。東急の場合は映画館だけだったんじゃない。映画配給もやったっけ。あ、でもやってたか。あ、東急の映画館配給ってなんだ。東急レクリエーション。東急レクリエーションは映画館。でも109シネマズとか今やってるでしょ。映画館の会社。うん。あ、そっか、映画の制作をやってないのかな。制作はやってないような気がするんだよ。映画の興行だけか。そうそうそう、興行だけっていうのもそれはそれできついような気がする。そうするとコンテンツが生み出さないから、うん、ヒットするかはその他の映画会社が作ったコンテンツ次第みたいな。配給側と比べたら全然リスクは低いけれども、今シネコンがねどんどん東宝東映松竹外国メジャーが作っちゃってるから、うん、なかなか単館でやるっていうのはね大変ですよ。じゃあ今回あの本腰で芸能事務所も原作権持って出版社とかアニメ制作会社もで、映画自体も作って、で、あと映画館も作ってるわけだから、うん、かなり本気だね。本気だよ。しかも不動産持ってるってのは結構アドバンテージじゃん。そうだね。理にはかなってんだよね。そう、最初は本当趣味だったかもしれないけど、映画ビジネスってやっぱ不動産が、うん、キーになってくるから、本当たまたまだったのかもしれないけど。初めのところに戻ると、なんでその木下不動産が映画みたいな感じでね、うん、普通の人は思うかもしれないけど、うん、まあ実は、この円環構造の中に入ってる、うん、面白い。面白いね。いや、実際作ってるね、作品も。もちろんいい作品っていうこともあるんだけど、社会的に意義があるというかね、うん、テーマ性が面白くてためになる、うん、映画。それがあれですよ。発見伝ですよ。あ、すごいね。キノフィルムズ研究に関してでした。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。